ヤマト、ユウマ、シュウゴ、サムギリ、携帯8プラスにしてちょっと後悔しているユウタ、コブノットでーす。今回は第1回アイウェオ作文やろー。はて、アイウェオ作文わからん。例えば料理のさしすせそ、さ、砂糖、塩、酢ありますよね。料理ののところを変えて別のお題、僕が今なるほどお三方に言いますので、はいはい、受けごとか、マミムメモとか、これに当てはまる決めてください。わかりました。罰ゲーム、これ罰ゲーム大喜利企画なんで、これの独断と偏見で決めていくんで、これももちろんポイント制で、一番最終的に低かった人は俺の挨拶2ヶ月肩代わり。あーきつなんでバレじゃねえからな。じゃあ5回、超嫌がってんじゃん、経験者。トラウマが。第1問。女子にモテるために必要なかきくけこ。はい。あ、いいですね。いいスピード。1ポイント。あれさし、かわいい、気持ちいい、黒い、毛だるい、コンドーム着用。かわいい、気持ちいい、黒いまでは、まあ、わかるかも。なんか気持ちいいってことなんか、お前気持ちいいみたいな。まあやっぱ一発目のインパクトですね。やっぱりスピード感と自分を削っている気持ち、そうだ、あくまで自分の気持ちではないっていう、か、カジバのバカ力が、あの拮抗縛りがすごいうまいじゃない、結構健康じゃないとダメだ。恋と言われてすぐ拮抗縛りとかすごい動揺なんだけど、恋って言われたら犬のようにワンワン行く。何やってんの、下ネタしか言ってない。拮抗縛りは限定の対象かもな。はい、かカメルーンでいう向井治、き、キス顔が菅田将暉、く、苦し紛れでも木村拓哉、け、健康な小栗旬、こ、コンビニ大山の高行き。山田君いっちゃいか。第2問、人から嫌われてる人の特徴マミムメモ。ある人を浮かべれば一瞬でした。いきたいと思います。いいですか、ま、まあまあ背が低い、み、耳がとんがっている、む、ムラムラしている、目、目が細い、も、もずくみたいな髪の毛。おやめかい。むらちげえ。モデルカルマにちょっと来ていただいて、ま、まあまあ背が低い、み、耳がとんがっている、む、ムラムラしている、目、目が細い、も、もずくみたいな髪の毛。ゆまくん、ま、巻き舌、み、耳くそ、む、むかつきがち、め、めくそ、も、もじもじしてる。ああ、特徴だね。普通だな。巻き舌ね、舌足らず。俺いいな、生きてるやつ。あ、嫌われる。まといな。はい、ひまくん。漫画読まない、耳が硬い、無口、めんどくさいくらい臭い、問答無用にキモい。めんどくさいくらい臭いってな。もうずっと臭い。いやー、第2問、勝者山田君。しゃー、続きまして第3問、ベベン、自分のいいところ立ちつてと。はいはい、はい、山田君、自分のいいところ立ちつてと。た、立ちがいい、ち、ちぶさに目がない、つ、疲れたことがない、て、テントウムシすら殺さない、と、とんがってて親とかにひどいこと言った時期とかもあったけど、なんだかんだ今は全てに感謝している。いや、こびてんな。最初下ネタでふざけて受け取りに行って、最後すっていい人になってって。まあそうです。はい、た、立ちがいい、ち、力持ち、つ、つまんないこと言われても、まあなんかポジティブシンキングに立ち上がれる、て、丁重なもてなしができる、と、都会すの。あとがないってこと分かってる。もうギリギリですからね。自分のいいところ立ちつせと。あの、体育会系、チルって言葉がよく似合う。強い、手が太い、とんがっていない。素晴らしい。これは僕たちしか分かんないですね。チルって言葉がよく似合う。手が太いっていうのはどういう状況？手がたくましいって。体育会系っていうのは何なんですか？モテるんですか？運動ができないよりできた方が確実に、まあ、モテるとかじゃないっていうか、お題を出してるあなたがお題を忘れていたら本末転倒。どんな気持ちでお題を出してるんでしょうか？ごめんなさい、ヒガ君1ポイントあげます。はい、すいません、すいません。とんがっていない。嘘つきだ。違うな、それは。すいません、ヒガ君マイナス2点。うわぁぁ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 。書き読むか。すいません、ボワっていない。マイナス1ポイント。あの、せ、ヒューガくん0ポイント、ヤマトくん1ポイント、ユウマくん0ポイントで、よし、最後の問題でございます。やったー、勝って。最終問題5万点。5万点。え、そんなにですか？ヘルモンじゃないんだよ。ヘルモンだ。最終問題、女子を落とす言葉さしすせそ。はい、じゃあ僕いたせ。あ、じゃあユウマ。最近心底思う、あの映画を見てから膵臓を食べたい君の世界が変わってしまったんだ。サバカスすら可愛いなって思ってしまう君。高知法すごい。ユーマ10枚から1点。うわ、ありがてえ。2番、ヒューガ君、猿だったとしても信用するし、
すべてを愛すると宣言する。そんなことより俺のプリン食ったいやその日常に戻る感じで本当なら信用しないけど君ならするよって最後の回答者山田君、どうぞ。酒飲まんとやってられんけ、しょっぱなからタイプやったし、することをすべてが魅力的、セールスマンとして頑張るから。ソプラノ塩ソプラノ塩って最初問題、勝者は日村君。あいよかったよ、バカ大喜利やって本当にめっつがめっつだもん、負けるわけねえって。日向くん5万点、大和くん2点、ゆうまくん1点となりまして、敗者ゆうまくん罰ゲーム決定。今字がうまいでしかポイント取ってない